はい、りょうです。今回はね、Amazon で購入したこの iPhone X 用のですね、ブランド名がエバリー iPhone X バッテリー大容量 3050mAh 交換用 iPhone バッテリー、交換バッテリー、 iPhone X 用互換バッテリーね、 iPhone X 互換キット、携帯電話用互換バッテリー、 PSE 認証済み、交付済み、 X の開封&商品紹介やってみたいと思います。今回は京子とまゆみさんからお送りしたいと思います。こちらが価格がね、2952円ですね。こちらですね、これバッテリー固定シールが2枚ついてるんで、ついてて、シーラントグルーね、防水テープも1枚ついてて、で工具セットで、このバッテリーが 3050mAh、 標準 iPhone X のバッテリーの標準が容量がね、2680mAh なんで、結構大容量ですね。ね、これ左が 2658mAh、 これ標準なんですけど、この商品は3050ですね。 3050mAh 大容量&長持ちということで、 25% アップ、 PSE など認証済み&安全安心。こちらですね、家電流保護、短絡防止、 PSE 認証済み、家電圧保護、加熱保護、加放電保護ということで、新技術コア、リチウムポリマー材質を使用して、また高性能 IC チップを採用し、最大限でバッテリーの寿命を延長しますということで、2層イオンサイクル、リチウムイオン電池、工具セットはこういう感じで、こういう感じですね。いつも iFactory 使うんだけど、今回違うの使ってみようと思って、違うメーカーのやつね、いつもの東洋明の、超お気に入りのコンパニオンのものなんですけど、めっちゃいいようなのでね、待ち受けロック画面にしてます。で、待ち受け画面は、壁紙は、僕の大好きな高橋ジュリですね。めっちゃエロい顔して、超お気に入りの女なんで、可愛いでしょ。早速ちょっとね、僕開けてるんだけど、昨日届いて、夜6時過ぎに、夕方の18時頃、19時前に届いたんで、こちらですね。もう一つ、あ、これだけあったのかな。ズームにしてないんだけどね、こういう感じで入ってましたね。こういう感じ、これほぼ切ったんで、ね、テープされてたんで、こうか、これで説明書、こういう感じで手順がこうやってこういう感じで開きがありますね。こういう感じでバッテリーの取り付け方とかが載ってますね。これ全部英語で、あ、日本語もあるな。ここは日本語になってるんだ。各国対応になってるんだね。ここは日本語になってますね。こういう感じで。これが説明書。で、これがバッテリー固定シール2枚。これ。で、防水テープですね。シーラントグルー。で、これがウェットティッシュとのドライト。ウェット。これ使わないんで、ね、いつもウェット、あれ、濡れてるやつ使うから。これね、iFactory のやつね、リングね、こうやって引っ張った時になんか伸びちゃって取れたんだけど、これね、硬いやつみたいで、とっても優秀ですよ、ほんと。で、俺、iFactory の吸盤、外して変えたんですよ。これだったら多分大丈夫じゃないかな。でもこれ使わないんで、あれ使うんだよ、工具のやつ。いつもの、最近買ったやつ。で、これがピック。プラスチックじゃないですね、ちょっとステンレスになってるのかな。こういう感じで。これがビットですね。3種類これがプラスドライバーだな。これがプラスになってる。で、これがね、最初に使うやつじゃないかな。ペンタローブネジになってるのかな。ちょっとわからんけどね、これがプラスかな。ちょっとわからんけど、あ、なんか これなんだ。あ、これすごい、これまでついてる。すごい、これまでついてるよ。これ名前なんて、シムピンもついてるんだ。これがドライバー、こういう感じで、いいっすね。で、これもいいっすね。これもこうやって、これピンセットだな。これも、これはいつもついてるやつだね。で、これがヘラになってるんだ。で、これがバッテリー、シール貼られてますね。3050、こういう感じで
今日交換するんでね、これバッテリーいいっすね。こういう感じで終わりましょうか。最高、耐えきれないからね。これね、取れたらね、編集しないといけないから、これでちょっと並べて終わろうかなと思って。これはここでいいか、こういう感じで。こういう感じで耐えきれない。はい、以上ですね。今回は Amazon で購入した、このメーカーエバリーのね、iPhone XS 用 3050mAh バッテリー工具セットのね、開封で商品紹介ね、やってみました。あと、よろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ、バイバイ。バッテリー交換やるんだけど、今、撮ってる日朝の、3月26日日曜日の、なんか時刻が3月26日日曜日10時44分なんだけど、用事で出かけたりする場合もあるん ですぐに家に帰宅できない場合もあるから、そういった場合夜に回復バッテリー交換を取るんだけど、その時は夜はね、事情でちょっとしこいて喋りながら動画撮れないんで、無言の動画になるんで、無言でバッテリー交換すると思うんでね。はい、失礼します。こういう感じで。